にちは。ご覧いただきありがとうございます。今日は特別編ということで2022年吹きたい曲を紹介します。好きな曲、吹きたい曲、憧れの曲はたくさんあるんですけども、その中から絞りに絞ってクラシック部門、ノンクラシック部門、それぞれ紹介していきたいと思います。クラシックでは外せない曲、リベンジ曲、挑戦曲についてお話しします。第3位、ボロディンさんの作曲、ダッタンジンの踊り。メロディーがとっても好きで、いつか吹きたいと思ってかなり前に村松さんで楽譜を入手してあったんですけども、なかなか吹けなくてそのまま眠らせておりました。今年こそ吹きたいと思います。バッハ作曲、バディ塗り、管弦楽組曲第7番目の曲ですね。以前5番のポロネーズを吹いたんですけども、フルート名曲31選の中にこのポロネーズと7番のバディ塗りだけこの中に収録されていて、ポロネーズ吹いたんでバディ塗りも吹いてみたいと思っております。 G 線上のアリア、すごく好きな曲で、前々からずっと吹きたいと思ってたんですけど楽譜がない。バッハさんが作曲をして、で他の方がバイオリン用に編曲し直した曲、フルートとピアノでね吹く方もたくさんいらっしゃるので、多分探せばあると思うんですけれども、探してないという。以上、クラシック部門外せない曲ランキングでした。クラシック部門リベンジ曲ですね。以前に吹いたことがある、うまく吹けなくていつかリベンジしてやると心に誓ってそのままになっている曲、こういう曲もね結構たくさんありまして、まあそんなにまだ上手くないですけども、その初心者の頃に比べればちょっと吹けるようになってるんじゃないかなと思うので、今年こそちょっとリベンジしてみたいなと思います。アンダンテ、モーツァルト作曲のアンダンテですね。これは初心者の頃っていうよりは結構もう吹けるようになってから吹いたんです。発表会でね吹こうと思って、これすごく難しくて吹いたけどうまく吹けなかったのか、吹く前に断念したのか、もうそれすら覚えてない。カデンスとかあってピアノと合わせられるかなっていう不安もあります。グルックさんの作曲の精霊の踊り、フルートの初心者向けの曲として紹介はされているんですけど、フルート始めて間もない頃って安定して音を伸ばすのがすごく難しくって、これをぜひリベンジしたい。サンサンスの白鳥です。確かに指とか音域もねそんなに、高くもなく低くもなく吹きやすい曲なので初心者向けってなってると思うんですけど、リベンジしたいと思います。続いてクラシック部門挑戦曲ですね。吹けない、憧れの曲なので挑戦したいという曲になります。チャルダッシュ、これ吹けたらかっこいいですよね。モンティ作曲です。すごく有名な曲なので、おそらく聞いたことはあると思うんですけれども、私2021年の夏休みにある挑戦をしまして、クマンバチの飛行が夏休みの間で吹けるのかっていうチャレンジしたんですけど、その時にもう一つの候補曲としてこっちにしようかクマンバチにしようか
迷ったんですね。8さんの方がまだ可能性はあるかなと思ってそっちにしたんですけど、できたら吹きたいな。プーランクのソナタ、いつか吹きたいなっていう憧れの曲なんですけど、吹けはしないでしょうね。挑戦することに意義があるというか、楽譜だけは持ってるんですよ。綺麗な状態の楽譜でございます。シャミナーデさんのコンチェルティーノです。実は、挑戦したことがあるんですね。何年も前なんですけど、通っていたフルート教室の主催のコンクールにのアマチュア部門ですねに参加したことがあって、結果は予選落ちだったんですけども、もしその時予選を通過して本選に進んでいたら本選で吹きたかった曲になります。でちょこっとだけね、予選を通過した時のために備えて練習は仕掛けたんですけども、まあ、結局ね、吹く機会がなかったので、これをぜひちゃんと吹きたいなと思うんですけど、さすがにね、挑戦曲になると一人二役、ピアノとフルートの一人二役は難しいかなとは思うんですけどね、まあ、どういう形であれ吹きたいと思います。ご視聴ありがとうございます。今年1年でね、やっていきたいと思います。